ております。耳を塞ぐことによってバイクの音が増幅した気がする。カットするのかな。まあ面白いってことでカットはせずにやってみようかな。ちょっとレコーダーが邪魔になってるので話しました。知らないんですけど、この時期去年も確かこの時期すごいうるさかったんですが、非常にうるさいんですよね。でもうるさいのは意義としてなんていうんですかね、結構あいつらなんか声がでかいっていうのが一番の問題ですね。指かき、指
一番の、まあ、例外はあるけど、耳のマッサージ系は自分もよく聞くし、まあ、音の出し方はどうなんかわかんないけど、割と自分の中ではその奥行き耳がいい人がよりも多分こだわってるとは思うんですけど、全然評価されないっていうのがあって、でもあんなにバリエーションを多く出してるやつもいないし、バリエーションだけだったら一番なんですよね。まあでも伸びないんで今難しいですね本当に。とか、まあ、別機材であんだけいろんな音を取ってるやつもあんまりいないんですよ。捉え方によってはゴミを何個も生産するなっていう捉え方もあるとは思いますけど、音だけ出すマンの時と比べられちゃうと、ちょっとまあ
私は、まあ、求めてる方も多少はいらっしゃるんでしょうが、まあ、最近してる人も多いし、あのなんだろう、ツイッターとかでたまにクソみたいなしょうもない写真あげたり、あと犬と一緒に最近動画撮ったりしてるんで、まあ、そういう方向でいいのかなと思いましたね。別に音を出す場面に自分はあんまり必要ないのかなと思いました。このぐらい近づいて喋るとなんかシュールみたいなのも好きな人もいるかどうか。